ドラドラチャンネル。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただけたら、いち早く最新動画を見ることができます。朝ドラエール、ナレーションは野原圭です。第9週東京恋物語の放送も終了しました。あっという間に1週間が過ぎてしまいますね。放送休止に関して NHK から新たにお知らせがありました。お知らせを引用いたします。放送休止に伴う番組編成について、先日6月27日土曜日第13週をもって放送を一時休止するとお知らせしましたが、休止期間中はエールを第1回から再放送することが決まりましたのでお知らせいたします。本放送の再開時期については決まり次第お知らせいたします。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。ここまでが NHK からのお知らせです。第1回からの再放送なんですね。この時間帯は何を放送するのかなんて思っていました。昔放送されていた朝ドラを放送するのかと思っていましたが、またエールの放送ですね。もちろん続きが見たいですけど、このご時世なので仕方がないですね。まあ1回見るよりも2回目の視聴はより深く言葉の意味も理解できるものなので、復習の感覚で視聴するのもいいかもしれません。それにあの可愛らしい子役たちがまた見られるので、残念なことばかりではないでしょう。特に雄一の子役だった石田セラ君と梅ちゃんの子役だった新津千世ちゃんはまた見たいです。それを楽しみにして、エールの休止以降の物語をさらに楽しみにしたいと思います。第10週響き合う夢のお話は、予告で雄一が、え、僕父親になるの？と言っていました。なんと音はご懐妊のようです。雄一は大喜びででんでん太鼓を回していましたね。本当に嬉しそうですが、次のシーンから今の音には厳しい現実を突きつけられることになりました。二浦珠樹が、プロってね、たとえ子供が死にそうになっても舞台に立ち続ける人のことを言うの。あなたにその覚悟はあるのよね、と。プロはとても厳しい世界ですね。何を置いても自分の役をこなさないといけない。子供よりも家族よりも、子供、家族、大切な人を取る場合はプロの仕事は捨てなければならない。音はやっと記念公演のヴィオレッタ役を勝ち取ったのに、身重の体になってしまって稽古が続けられないことを言っているのでしょう。だけど音は泣きながら、この子に会いたい、歌も諦めたくないと言っていました。音はいつもそうでしたね。絶対に諦めない、そんな性格だから、今回のヴィオレッタも子供も諦めないでとても頑張ると思うのですが、雄一の恩師東堂先生も言っていました。人は何かを得ようとするとき、何かを捨てなければならない。二兎を追う者は一兎も得ず、子供を取るか舞台を取るかの選択をしなければ音はどちらも失うことになる。音はこれまでの人生で一番辛く悲しい選択をしなければならないようです。第10、大変な週になりそうですね。第9週のお話は、福島サンバガラスの誕生がいきなりやってきたのかと思いました。喫茶バンブーに雄一は鉄夫をわざわざ福島から呼び出し、3人で曲を作ろうと。
早稲田の応援歌紺碧の空ができたことで雄一は興奮気味、悪く言えば調子に乗りすぎ。しかし哲夫は断りました。生活があると。彼は東京にはよく来ていて、昔別れた紀穂子さんを探しに来ていました。紀穂子さんは音が働くカフェにいましたが、哲夫、振られましたね。普段は冷静で男らしい哲夫が取り乱して話がしたいと。紀穂子さんは新聞社の社長から別れるように言われお金を受け取っていました。半分脅しのようなものです。父親の治療費、別れなければ哲夫を解雇する。紀穂子さんは哲夫の将来のことを考え、彼の前からいなくなりました。音が学びたい男女の機微。紀穂子さんは哲夫のことが好きだけど、もう会えない、会わない約束。好きだけど嫌いと言わなければいけない。音は喫茶バンブーで田本さんとめぐみさんによる椿姫の演劇を見たとき、好きなら好きとはっきり言えばいいとストレートな考えしかなかったが、哲夫と清子さんの関係を知って、男女の中には好きと言えない、一緒にいられない事情もあるということを知って、男女の機微を少しは理解したようです。そして理解した感情を歌で表して、見事演奏会のヴィオレッタを勝ち取りました。その時ライバルの夏目千鶴子が自身が歌う前にすでに負けたという顔をしたのがとても印象的でした。名言に英雄、英雄を知るというのがありますが、二つの意味があって、誰が英雄であるか知っているのは英雄だけと、英雄の真の価値は英雄にしかわからない。千鶴子は音の才能をわからず、ただたくさんのものを欲しがる強欲な女性だと思っていたようですが、彼女の歌を聴いて、歌う前から負けを認めたようでした。彼女もまた類いまれなる才能と努力で音の歌の価値を分かったのでしょうね。負けを認めるのもまた才能のある人です。普段は愛想がないのですが、とても良い人なのでしょうね。雄一は哲夫が書いた詩を曲にしました。福島行進曲の題名ですが、中身は恋の歌、ラブソング。清子さんのことを思って書いたのでしょう。歌詞の中に人目を忍ぶ二人ならとあります。哲夫と清子さんがデートをしているとき写真を撮った思い出を歌詞にしたのでしょうね。この歌詞を見た雄一は何かが降ってきたように曲を書き上げました。天才はそんなものなのでしょうか。考えることではなく降ってくる。以前梅ちゃんに言っていました。書き上げた曲は廿日市に見せるとあっさりとレコードになりました。あんなに頑張っても一曲もレコードにならなかったのに驚きました。雄一は作曲家デビュー、音は演奏会のプリマドンナ、二人で成功した第9週でしたね。しかし第10週では二人に新たな試練が待ち受けているようです。ところで5月29日の NHK 朝一に村野哲夫役の中村葵さんが出演されていましたが、ご視聴されたでしょうか。中村さん、哲夫の雰囲気と違ってとてもシャイで好青年でした。ご結婚もされてお子様もいらっしゃるようです。まだ独身かと思っていました。これまでいろいろな映画やテレビに出演されているのですが、 NHKBS プレミアムで放送された洞窟おじさんというドラマの紹介がありましたが、
とても面白そうでしたね。あんなに真っ黒になって、原始人？あれが実話だというので驚きました。あのドラマは見てみたいです。次は朝一で佐藤久志役の山崎育三郎さんが出演してくれたらいいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご意見、ご感想など気軽にコメントしていただけると嬉しいです。